こんにちは、柴田です。今回はなぜそのマルチを使っているんですか、理由を教えてくださいというふうなタイトルで進めさせていただきたいと思います。タイトルの通りなんですけれども、皆さんがですね使っているマルチエフェクター、なぜそのマルチエフェクターを使うに至ったか、そういった経緯だったりとかですね、それを教えていただきたいなというふうな動画になっております。それぞれ皆さん好みのマルチエフェクターがあると思うんですけれども、例えば操作性がいいとか音がいいとか、この音色はこのマルチにしか入っていないとかですね、そういったことをですねぜひぜひコメントをいただいてですね、みんなで共有し合おうじゃないかというふうな企画動画になっております。それによって何が起きるかというとですね、こう情報を収集してみんなで共有することによって、より自分に合ったマルチエフェクターを探すことができるんじゃないかと、そのマルチはこういう機能があったんだとかですね、こういうことをやりたかったんだけど、あ、俺の今のマルチじゃできないけど、あれ買えばできるんだみたいな、そういったところをですね共有できたらなと思っております。例えばね、前はこのマルチ使っていたけど今このマルチに変えました、その理由は何々ですみたいなところでも面白いかもしれないですね。たくさん皆さんにコメントをいただいてですね、それをまた一つの動画にして、例えば GT1 だったらこういう機能があるからみんな使ってる人が多いですよとか、 Line 6 のこのマルチエフェクターのこのアンプのシミュレーターはマジいいですよとか、ルナシーを弾くんだったらこのマルチエフェクターが一番いいと思いますとか、おのおのですね皆さん理由があるかと思いますので、それをねみんなコメントいただけませんでしょうか。どうしてもね、僕一人でこうやって喋っていると僕だけのね意見になってしまうというか、どうしても偏ってきてしまうので、こう皆さんからですねいろんな情報を得て吸収して、それをまた発信していきたいと思います。一例としてですね、僕がマルチエフェクターを使い始めた理由と今何を使っているかというお話をさせていただきたいと思います。もともとのきっかけは、5年ぐらい前ですかね、空間系のエフェクターを一個一個買うのがちょっとお金がかさんで大変だなというところで、空間系だけがこうまとまっているマルチエフェクターないかなっていうのを探してました。そこでズームのですねストンプ系のマルチエフェクターを知って MS50G を購入すると。ズームが空間系がいいなっていうのはもう昔から知っていたことなんですけれども、MS50G を使っていたらですね、アンプのシミュレーターもいいし、歪み系のエフェクターもいいし、使い勝手もいいし、邪魔にもならないしっていうところで、もうドハマりしましてね、近年のマルチエフェクターめちゃめちゃいいじゃないかと。どちらかというとね、マルチ反対派の人間だったんで、まさかね、こんなに進化してるんだというところで非常に驚いて、一気にイメージをボンとアップしたわけなんですよ。で、そうこうしているうちに GT1 がリリースされたが、ちょうど YouTube でも動画がたくさん上がり始めていた頃で、あ、これいいなと思って、で、その次ね GT1 を購入したんですよ。そしたら Zoom の MS50G よりもアンプルシミュレーターの音が太かったりとか、アサイン機能があって操作性が良かったりっていうところで、これまたねハマっちゃいまして、いや、マルチいいなと。そうこうしているうちに今度ね G1X4 が発売されたんですよ。で、それをリスナーの方から教えてもらって、それもすぐ購入して、そっからもうマルチエフェクターズブズブですね。で、その後ね、結構いろいろ買ったんですよ。ボスの ME シリーズも購入したし、あと001ですね。ボスの GT001。そのあたりを経由して、今はズームの G3N で落ち着いております。ズームの G11、G11 も購入したんですけれども、どうしても大きくてね、普段からこうサクッと足元に置いとくには若干邪魔になるなというところで、足元はいつも G3N を置いてます。ボスの GT001 はボスの GT100 と同等のエフェクトが入っている卓上用のマルチエフェクターなんですけれども、これを買った理由としては、アンプをですね2台ミックスできるようになってるんですよ。例えばフェンダーのツインリバーブで芯を残しつつ、レクチファイヤーで低音ズンズン系の重みを出すとか、その機能が魅力的で購入したんですけれども、どっちかっていうとね、やっぱり G3N の方が僕の好みでしたね。そういった感じでこう紆余曲折しながら Zoom の G3N にたどり着いたりしてるんですけれども、皆さんもねこういった経験あると思います。ぜひぜひですね、皆さん長文で構いませんので、コメント欄にですね、なぜ今このマルチエフェクターを使っているのか、そして以前はこれを使ってたんだけど
まあ、そういったお話をですね、いただけたらと思います。皆さんから情報を収集して、またこれをですね、アウトプットすることによって、自分好みのマルチエフェクターを見つけることができる人が増えるといいなと思っております。ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。